始まりました。ガチスロガイデン3本の矢、黒バラ軍団のリノです。ラバースJの白鳥美優です。やってまいりました、はい、今回この勝負で、はい、勝負で、この勝負じゃない、勝負はしないで、今回のね、うん、はい、実戦で、僕たち2人がラストとなりますけども、はい、まあ、前回がね、なんだっけ、クオカードでしたっけ、はい、うん、手を一切忘れてるっていうクオカードが0枚というところでね、前回も前々回も全然活躍できてないんで、うん、ここしかないんですよ、頑張りどころが。頑張れちゃう感じですか。じゃあ頑張らないといけないですね。頑張らない、本当に毎回頑張ってください。そうなりますので、そうで、まあ、ということでね、はい、まあ、とりあえずはホール入らないとわからないんですけども、はい、まあ、今回も頑張っていきましょう、はい、そしてですね、今回実装させていただきますホールさんはどちらでしょうか。アロー天理店さんです。はい、この番組のですねルールなんですけども、制限時間は150分、1本勝負。最初にですね、自分たちに与えられた矢は1本、1勝するごとに1本ずつ矢がプラスされまして、最大3本の矢でアローチャレンジに挑むことができます。そのですね、アローチャレンジの的がですね、はい、自分たちのサマイスによって変動するんですけども、はいはい、毎回言っているんですけども、これを出してね、もうみんな分かってんじゃねえかなと思うんですけど、一応ね説明をしましょうか、はい、まあマイナスから0枚だったらこいつと、で、まあ、2500、1枚から、3000枚だったらこいつというところで、うん、はい、今回までで、自分たち2000した後には、はい、この的とこの的だったんですよでね、矢が合計5本かで1枚クオカードだったんで、今日に関しては、はい、あら、うん、これだ、これか、ここか、そうなりますね。ここだったら目つぶっといても6分の、あ、じゃあ3分の2やろ。そうですね。で、これ6、これは何分の1って言ったらいいか分かんないけど、ほぼほぼ何十分の1やな、はい、ほぼほぼ、うん、ほぼほぼ。でも的に当てないと絶対ダメみたいなんで、そこに関してはね、そこだけ気をつけて。まあでもこんなのはね狙えないんだよ普通にこんなものはね、もう、うん、運だから。だから勝てるような台とか期待値ある台だったりとか、まあなんかオーラを見たりとか、はい、オーラとか見たりできるんですか。いや、もうできないんですけどできないんですよ。そういう方は多分ラバージェイさんではいたと思うんですけど、はい、はい、そうです、確かに。でオーラ見える、私は見えないタイプです。僕も見れないタイプなんで、はい、なんとかね、もうその目先にある数字でね、はいはい、期待値を重ねていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、頑張りたいと思います。それでは、はい、いきましょう。いつもの矢です。やりましょう、やりましょう、大丈夫、やりましょう大丈夫大丈夫ですか。大丈夫です、じゃあやりましょうか、はい、大丈夫みたいなので、はい、はい、せーの、ガチスロガイデン3本の矢ということでね、まあ、今回トータルで3回目ですけど、またまた、はい、なんか渡されまして、はい、まあ、これ毎回同じことを話してるんですけども、はい、前回このペアで出演した際対決やありもしない嘘を伝えて してしまったので、うん、今回はお互いの仲を深めるべく2人でいろいろなことをしてもらいますと。これはまあ前回と一緒なんですよね、はい、で今回は、はい、じゃんけんを10回して、はい、愛子を平均以上出せというところですね、うん、そこでまあ意思疎通が分かるんじゃないかなというところみたいなので、ほんとこうなんで分かる分かるは分からんけども、やっとこう外地お仕事やからうん、こんな感じですね。でどういたしましょうか。まあ、こうやってじゃんけんうんってやった時にちょっとねこうグーでパーとか出したりとかこう合わせたりとかもするかもしれないんで、やっぱり目つぶってやった方がいいと。やりますか、うん、でなんか数えたりしてくれます、1とか、ようわからんので。じゃあ10回中、じゃあうちらどうします。目指したいところはもちろん10なんですけど、まあ、そんなことありえねえし気持ち悪いから気持ち悪ぐらいですか。それはやばいですね、10回中10だったら。だから普通に、うん、まあ倍倍というか6回ぐらい、うんうん、6回、うん、でも相当すごいと思うから、そこらへんちょっと目指していきましょうか。でもいける気がしますよどういう根拠で1回2回と大丈夫とか似顔絵描いたりしたじゃないですか、はい、それでなんか前回の、ね、似顔、だからここら辺にパンパンってなってるじゃないですか、似顔がパンパンって、うん、だからあれがあるので、白鳥怪事ね、あの書いたやつね、はい、かなりいい感じしてるんですよ今手応え感じます。なんで
このボワボワみたいなのをちょっとね書いただけだったと思う、はい、まあ、なんか大丈夫そうなんで、大丈夫そう、はい、なんか白鳥さんが読んでくれるのかな、じゃあ俺のね、うん、感じを、そう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 、大丈夫、そうだって、わかりました、じゃあ任せてください、じゃあ目つぶりましょう、はい、じゃあ掛け声からお願いします、はい、最初はグーじゃんけんほい、じゃんけんに あのね、あの掛け声で電話する、あの1位とかでいいですよ、1位とかでもいいですけど、じゃんけん1から10言った人初めて見た、丁寧でおかげですかった、まあちょっとね、なんかテンション僕高くなったんで、この掛け声によってどうだったんでしょうか、結果気になる10分の4です、あー4か、あの4か、普通ね、あの3回4回がまあ平均なので、まあ、3.3 回ぐらいなのかな、はい、そうです、なので、まあ、悪くも良くもなくっていう関係性だから、そうね、そうなってく、来たらね、この実践、はい、良くも悪くもない結果になるんじゃないですか、いやいや、そんなね、うん、いやでも私予想よりは良かったんで、やっぱり予想ってなんだだっていいって言ってたじゃないですか、実は、まあ、どんぐらいだったと思ってたんですか、本当は正直2ぐらいかなと思ってた、2はね、あんまりえないよ、多分10回やったら確率的にも相当5回に1回ですからね、何回だと思ってました、あ、なんか普通になんか5回ぐらいいくんじゃないかなと思いましたけどねちょっと下振れしちゃった , 笑っちゃったんで、はい、早速ね実践参りたいと思います、はい、頑張ってきます、行ってきます、はいはい、参戦目やってまいりました、よろしくお願いします、レディーファーストで、お先にどうぞ、ありがとうございます、どうぞどうぞ、本当にいつもいつも、あ、今回も頑張ります、これはな、あ、これあるやん、これ打つか、これで取るよ、チャンスのルーレット162、永久ルーレット199、まあまあまあ安いっすけど、とりあえず押さえとこう、これ以上の台があれば、うん、それ押さえましょうか、ジャズさんありました、ない、やばいね、何しますか、あの茶葉の200あったけど打つ、あれぐらいしか本当ないから、打つんだったら全然いいっすよ、何打たれるんですか、まあまだ、いいんですか、また打つよ、打つよ、打つんだったらね、いつもいつも本当に2回連続もう本当に、まあまあ白鳥さん負けてるからな、あ、これのこと、あ、違う、あれ、あ、白鳥さん、これこれだけどね、こっちもいい、281、あれあれ台空いとるやん、今開きました、赤のイーノーバックは281なので、え、こちらの台を狙ってみたいと思います、おそ、あれめっちゃお宝拾っとるやん、さっきね一応台を抑えられてたんですか、あれそしたら空いとったね、期待値の塊あった、うん、白鳥さん羨ましいな、ちょっともうじゃあもう一回回ろうか、僕199安いからな、ということでボブが抑えました台はこいつ、まあ先ほど言いましたね、もうこれ以上のね、期待値ある台ないんで、この台からスタートしたいと思います、ということで150分一本勝負スタートでございます、はい、それでは150分一本勝負実践スタート、えい、よいしょ、ゲーム数150ゲームで赤のイーノー箱が間もなく310溜まります、かなりいいところのゲットすることができたので、今回こそ強カードゲット目指して頑張ります、まあ、白鳥さんとねスタートの機種が一緒になってしまったと、まあしまったって言い方は良くないんだけどなってしまいましたね、まあなんかこちらのオールスター切るとね、あのコウモちゃんも勝つ打つこと多い、なんかうん、まあその挙動がいい台が多かったりとか、その期待値がね多少でもある台、まあ、結構落ちてることが多くてね、まあ実戦時間とか限られてるんで、まあその中でね打っていく上だったらね、まあ結構十分な
台が落ちてることが多いんですけど、まあ、白鳥座に関してはあれもう宝物だよあれ、うん、お宝。うん、この台がね12ゲームやめとかだったんで、まあ、活動ゾーンの煽り入ってますね。マジ満タンだって、うん、はい、75ゲームここから後期に行きました。ステップアップロボットな、クリーまで行った。ああ次行くな、はい、8ゲーム自称色男対決発見でございます。あれまたまた後期なんでチャンスも確定ですね。はい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 、開け、うん、開けよ、うん、アダス94秒台、どういたしましょうかって話なんですけども、あー僕最終好きやから、最終はい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 、あー来ない、おお25%ぐらいで当たるよって言ったら当たった、当たす106ゲームでございますね。投資は4枚1000円使いましたので4000円でございます。どうしようかね、時間ねえし、まあでもまあ普通の目玉獲得した方がいいよね、はい、はい、おお、ダース8分の1いきましたね。なるほど、ごめんなさいねダブルでした。はい、ここからスタート、はい、いったいった、もう結構適当に押してます、ごめんなさい、これいいっすか、適当に押してっていいっすか。まあまあまあこういう時は押そうか、ああ外れるんかい、はいラスト、はい終わり、はい60ゲームですね、あと80ゲームスタート、あどんどん足んない感じでしたけど OK でしょう。なりました、
チャレンジ確定しました。ここは一撃で行くかな。一発なんだよな。あーお上手。予算が当たったか、私も当てないと。リプレイ成立でゲームをジャッジか。せーで、チャンスタイプにしよう。やっぱりこれで決まりじゃ。おなみ見上げますよ。緑の犬の箱頑張りたいと思います。お願いします。スイカ吹けましたけどもダメでした。あ、全部溜まった。私は何人するかは決まってます。私いつもこれでいつもね、ほんと降臨させる気がする。今日はまず一発目、こちらの表の挑戦役でいきたいと思います。あ、危ない、裏元してよかった。いきます。上乗せ以外、上乗せ以外でいけるよ。上乗せ以外で上乗ってきた。イエース降臨ではなかったけれども上発展いけました。いっぱい乗せよ。下手したらイエースル乗せることできますか。よっしゃよしよしよし。ここでもう腕役引いて乗せられたらいいんですけど、いやー開始5ゲームだよな。
ゲーム143枚投資4000円だから届かず。じゃあここがあるか、あるか、ある、ある、ある、ない、あ、そうだった、リトルーレット、ボギンデートがいいな、ボギン、ボギン、大行こうチャレンジ、これなんてどうだい、ほんと濃いでござる、大行こうチャレンジ、大行こうチャレンジです、ジョブを回すのじゃ、ちょっとさっきはチャンスタイプだったね、最終タイプで今回は行きたいと思います、これで決まりじゃ、決めよう、お、よし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 、強制に引いた、いける、いける、あ、マジで、マジで、おきんちゃんまで行ったのに、もうこういうとこなんだよ私、もう何回今日チャンスを逃してきたか、あー、もう、200枚、202枚、マグドクで終了でございます、ここで追加いた、ポン、はい、腹ごしらえてください、まあ、エディルーレットまだ263ありますんで、これを消化するまでは打っていきます、腹ごしらえてください、まあ、今思ったんですけど、まあ、オープニングでその意思疎通、うん、まあ、どういう感じだったのかみたいな感じでやってましたけど、一発目のこのコウモちゃんが勝つで、あの突然2人とも選んだ時点ですごいんじゃないですかすげえそう思うけどね俺は、うん、ちょっとビビったもん、うん、大丈夫大丈夫、まだね優先時間も2時間以上ありますから、うん、いい流れ、うん、あるよ、これはあるよ、低投資でね、初当たり自体は挑めてるので、ここからっすよね、来た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 、あれ中ゲーム来たよ、一応設定差ある、なおかつさっきねチャンスルーレット1と1なんですよ、まあこんなんで打っちゃダメか、とりあえず紹介します、まず右は溜まりますね、ここでリプレイをいっぱいいければね、全然たまんねえな、あ、なんかいたよ、ラスト、あ、一応継続もあります、うん、やって何ゲームだ、40ゲームぐらい、デイジールーレット、一応マグマへ展開あるね、はい、コーヒー、もしかしたらこれでね AT がつながったらちょっと打ってみてもいいのかなってちょっと思えるような展開、いっちゃ展開、ちょっと早い、どっか行くよこれ、マグマへ行くんじゃねえの、あ、反省会か、反省会なんだ、おー、これ変わらないかな、あー、ようえ、あー、でももう一回ボタン出たら判定ね、ボタン、あー、出ねえな、避けろ、この野郎、
あドスターっつって、あー残念。とりあえずチャンスのルーレットのポイントだけ見ましょうか。うん、そうやね、うん、たまりそうやねこれ。はいはいはい、まだあるかい。はい、70ゲームぐらい。冒険発展、またこう。ここのチャンスゾーンが受かったらちょっと考えどころやな。ステップアップいった。レッドまで来た。発展よ。あーこれは入るね、赤文字。80ゲームぐらいですか。ありがとうございます。チャンスアップが2個、はい、3連続なんで確定でございます。チャンスオン。あれチャンスオン2-2、すげえ気になんな。気になるけども、けどもなんだよ。もうここは一発でいきます。メダルあんま使いたくないんで。飯田子役によって、あーリプレイか。出るのがだと結構パーセンボーテだと思いますよ。はい、残念ですね。ちょっとねこの台気になるところなんですけど、まあちょっと怖いんでね、実戦時間もそんなない中でセットアンプしないといけないんで、ちょっと一旦周りの状況を見ましょうかね。ポイントもたまってないでしょ。はい、ということで周りの状況を確認しに行きたいと思います。はい、剣にまた回りまして、見つけちゃいましたこいつを。ホグドの剣転生のショーの730アベシア目、まあ A の可能性の方が高いのかなとちょっと思ったりもするんですけども、あとね、まあ、あの前回前々回この番組で僕結構これ打ってて、まあちょっとなんか皆さんにはね申し訳ないというか、その絵的にねと思うんですけど、まあ、また挙句ちゃんとした期待値あったんで、まあ軍団としてはね打たないといけないと思うんで、ご勘弁ということで、この台天井狙いとして打っていきたいと思います。僕がね白鳥さんとやったガストロガイデン、まあだから前回前々回放送された分を見てくれてる人は、また打ってんのかおめえは、うん、まあバラエティ番組ではあるんでね、そういったことも考えて僕機種選びしたりするんですけど、申し訳ない、うん、あったからさ、うん、やっぱ軍団は期待値あったら素通りできねえ、うん、まあ、一応なんか白鳥さんの状況とかも見たんですよ。だけどなんかやめれない状況だったんで、それだったらやっぱ俺打っちゃうよね。ホグの剣転生の章730から前代打ったら家立ちますから、そのうち、間違いないんで。ヒット率が1回だけ、赤も外しちゃったんですよね。それでここでやめようかなと思うんですけども、次に時代が、あ、後ろの番長が150ゲームなど200ゲームのゾーン狙いで移動したいと思います。では移動しました。おさりま番長150ゲームをゾーン狙いで打っていこうと思います。投資が7本なんで頑張らないと、ここでヒットしてくれればだいぶ助かるんですけども、
くないな。あるまだ煽ってるよ。驚き入ります。本日の会議はそうだないか。じゃあ400ゲームです。当たるといいな。花見からの研修です。一つしか燃えてない。よしよしよし。あー当たった。やった当たった。入らず。あーいただきラッシュ。いただけず。今のあーでも年長入ってるんで、あーここで入んのかな。ぽいな。750ゲーム1419安倍氏定めの時でございます。デブ2回も出たからね。はい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 、はい、762ゲーム1131安倍氏8点。これはいただきましたね。ケンシロウでしょう。はい、で、1134安倍氏使って投資が19本でございます。オーラはブルー。ちょっとね、あのうん、アダス、うん、アダス、ちょっと500じゃなくてお金使っちゃったんで、ちょっと頑張りたいところなんですけど、 AT 機なんでね、残り実践時間あればまあまあ出ますって。うん、いけるいける、頑張ろう。うん、1個乗せるのが大事。はーい、うん、ちょっと物足らない。4つちょっと大事に使おう。50パクしたよ。マジこれマジでお願い。この一発はでかい。うん、あざす。よかった。僕前回前々回と青黄色青って出してて、黄色だけは揃ったんですよ。これ揃うでな。
いや今ねこの勝負は惜しかったけど、まあまあまあ6個、この6個も大事にいきましょう。お返し来た、お返し来た、こいつのアザス助かりました。一発一発最高の流れでございますね。八歩勝負でございます。サウザーいいね、うん、いいよ。残り2個、なんか諦めてた後に来る感じはやっぱ好きよ俺、うん、ウェルカムです。何個で勝負、諦めんで俺は、はい諦めますというところで525枚獲得で終了です。この台はですね1ゲーム1アベシでやめまして、残り実践時間が1時間というところで、まあ ATK、RTK で打つ場合はもう天井間近台、うん、それのみなので一旦ですね、ATK、RTK、A タイプと台を選びに行きたいと思います。ありましたよ、いい台が。いい台なのか否かちょっとわからないんだけどね、これ押さえよう。はい、ニューパルサー SP ですかね。ガス算が180分の1 7の11、まあこのねゲーム数で正直やっぱり難しい部分もあるんですけど、今ね A タイプで打てそうな台これしかないんで、うん、とりあえず打ってみようかなと思います。今2549ゲーム合わせてピークが12のレギュラー7で、ガさんが130分の1ぐらいのかな、134分の1。今日はジャグラーに頼ってばっかりなんですけど、残り1時間7分この台で頑張ってみたいと思います。残り時間1時間ちょっとジャグラーで頑張りたいと思います。当たってくれたらいいな。おっとチャンス到来、隣の台が、隣の台ねすごいいい感じなんですよ。20の19、移動 しながら見てみましょうか。移動しました。今4408ゲーム回ってて、ガスさんが113分の1、かなりいいジャグラーだと思いますので、こちらで最後53分残ってるんで頑張りたいと思います。マジもうここしかない、チャンス到来ですよ、本当の本当にチャンス到来。投資が18本になっちゃってるから、何回当てられるかという勝負になってきますね。これすごい、333ゲーム、ソロ目やっと来た、単独です。さあビッグですように、マジで投資が24本、
まあなんか2日前が同じようなデータになってるんですけどね、今2日前がこういった合算なんですけど、今見ました？これね、2日前ガーンとすごいでしょ、1500枚ぐらいマイナスで、これが今日のグラフなんですよ。めっちゃ似てない？バリ怖いんですけど怖いんですけど、まあそのボーナスだから一直線じゃボーナス入らねえよっていう、まあゲッターバウス的なね感じですよ。でもね、打ってると結構わかるんですけど、まあ7とか狙っていくじゃないですか。まあまあここだったらリーチ目になっちゃうんで、まあこっちの方がいいかな。まあゲチェーナじゃない方の7、うん、でまあこの場合はね中段にリプレイが止まればもうボーナス超確定なんですけど、まあ、こうやって止まるわけでしょ、止まるわけでしょ、止まらない停止位置がもうリーチ目なんですよ、全部簡単に言ったら、簡単に言ったらですよね、まあ、7とか狙っていくと、だからここに止まればもうリーチ目なんですよ。とか、自分でね、分からない人とかね、発見できるんで、上段に変える止まればリーチ目とか、まあ、止まらない停止位置ですよね、それをなんか覚えていくと、ニューパルとかこういうパルス系、打ちやすくなってくると思いますけどね。400いっちゃうじゃん、喋ってたら。まあこう言ってるとね、先ほどもちょっと言ったんですけど、データがねクリソツなんで怖いよねこれ。どうぞ、とりあえず下座に入れたメダルだけはちょっと回しますわ。おお、ちょっとギャグで押したのに、これだったらリーチ目見たかった。マジか、うん、直ガエルしました。413ゲームでございますね。おー、パット1000ですね。ちょっと厳しいな。とりあえず一旦ね、一旦っつうかもう35分しかもう実践時間ないので、もう一度ジャグラーとかで良さそうな台空いてるかどうか見て、ちょっとこの台どうしようか考えたいと思います。見ていきます。お、ダラダラしてるね。悪くはない、悪くはないよ。あれ、これ空いてるな、空いたな、空いたやつや。白鳥さんあれやな、ガチやな、ガチ勢やな。あれ間台やで、結構いうアイムジャグラーの中でいい台、ガチやなあれ、うん、白鳥プロさすがや、負けてらんねえ。ということで、まあちょっとこの台も厳しい可能性あるかなと思うんで、やっぱり空いてるんでね、花火こいつにしますわ。どっちでもいいです、とりあえずは。一応左がね、ボーナス確率は良さそうで、なおかつ分回してる可能性があるんで、もしかしたらね、外れとか出てる可能性はあるんですけど、まあそんなね、外れとか関係ないんで、もう最後は甘めの B 花、うん、いっちゃいます。はい、残り実践時間がね、あと28分というところなんで、ビッグレンダーね、かまして、ちょっと出玉、なんとか、まあ、マイナス、まあ、プラスマイナスゼロ、ちょいプラぐらいには持っていきたいですね。95ゲーム、ちょっと多かった、出玉も本当になくなりそうだったから非常に助かりました。
さあビッグですように、綺麗だな、ビッグだといいな、嬉しくてまたメッツ。195ゲームでビッグボーナスです。危なかった、ギリギリで繋がりました。今度こそジャグレンだ。97ゲーム単独です。よっしゃ、ラストスパートで本当にここから嬉しいと目つぶっちゃうもんだな。誰が取った瞬間やっぱね、瞑想した今。ビッグが欲しいときが痛いレギュラーになっちゃうから、そうビッグに偏ってくれてすごい嬉しい。あ、やった当たった9ゲーム早い当たり、非常に嬉しい。はぁ、あ、綺麗だ。私24本も使ってるからまだ全然足りないんですけど、全然じゃない、あともうちょいだ、あともうちょいだ、あと9分か、いけるか。あ、やった、急げ急げ、84ゲームチェリーからビッグレギュラーだー。84ゲームチェリーからレギュラーです。あ、でもレギュラーだから取り切った後ちょっとだけ時間があるから、もうワンペカ狙える、逆に考えたら。まだ足りない、まだ足りない、やばいやばいやばい、あと何回レバーオンできる、お願い光って、これがラストレバーオン。あー、じゃあもう一回リプレイ、ラスト。あー滑った。ということでここでタイムアップ、最後なんとか頑張ってジャグレン4回したんですけれども、マイナスなことはマイナスだと思うんですけど、だいぶまくれたと思うので、最後のアローチャレンジの的の大きさが一番小さくないように祈ることを祈ってエンディング変えたいと思います。今回もすみませんでした。今回の結果818枚、ゲーム取り返すことはできなかったんですけども、だいぶ取り返して人生終了です。お疲れ様でした。いやこれマジ壊滅してジエンドっぽいっすね。おい、やっとだよ。あ、特リプ、特リプや。1枚入れちゃった。569ラストっすね。よかった、果たして。あ、そうかそうか、3枚投げなんで、どうしよう、何狙っとこうか。はい、570、2ゲーム。中段に上がらないでしたよね、ちょっと忘れてた。はいはい、で今残り2セグラム
ーがもう3分なんで、まあ、紹介して終わりかなと。まあまあとりあえず流せるメダル持てた時よし、当たったよし、うん、オッケーオッケー。とりあえず多分時間的に超能っぽくなりそうですけどね。はい、ゼロというところで、まあこの花火ゲーム紹介した後に実践終了したいと思います。はい、ということで、花火ゲーム終わりました。そして150分も、終了いたしましたので、出玉を流したいと思うんですけど、結果はねこういうこと、うん、なんですけど、白鳥さんに関してはまだどういったね結果かわからないんで、まあ僕もエンディングを楽しみにして向かいたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。早速、はい、結果の方なんですけども、僕の投資が950枚、回収が403枚、3枚数がマイナスの547枚でございました。申し訳ございません。申し訳なくて声も出ませんいます。白鳥さんはどうなったでしょうか。はい、投資が1200枚、回収が818枚でマイナス382枚です。で2人トータル3枚数はおいくつだったでしょうか。マイナスの929枚なので、今回は矢が1本です。いや笑っちゃいけないんですけど、私負けたから笑っちゃいけないんですけど、じゃあ本当笑っちゃいけないんですけど、がっかり感出しとかと伝わらないんで。いやじゃあ本当にふざけちゃったら俺通そうかなと思ってたんですよ。はーつの、もう無理になりましたね。じゃあちょっと笑いましょうかもう。ということでこういった結果出ちゃいました。うわー、もう無理ゲー、無理ゲータイム入ります。これからなんですけども、まあしゃあないよね。まあ入ってね実戦を開始したわけじゃないですか、はい、まあお互いにコンボちゃんも勝つって、はい、まあ一発目のね、はい、駅、はい、お互いに飛ばしてやったでしょ。何ゲームでした。え、60ゲーム、あ、30ゲームです。いやなんかそういうとこじゃなくて、違う違う、そうじゃなくて、お互いになんかそこで同じような AT スタートした時点で、うんうんうん、女オープニングでやったあの、うん、アイコとか関係なく、うん、そっちの方がでけえんじゃねえのって話じゃないですか。あ、本当ですよね。すいません本当だ。あの気づかなかったの。気づかなかったです。あ、一応なるほどなるほど、オープニングの時にそれやってから入ったんで直後でしたもんね。そうそう、直後だったから、俺、あ、こっちの方がすげえことだと思って言おうと思ったんですけど、結果がね、こうなっちゃったんで、はい、そうですね。まあ、なんか別にもう関係ねえよね、そういうことはね。お互いにまあ、チャンスはあったんですけど、うん、それをものにできなかったって感じでしたね。うん。他に何かありました？なんか言ってて。今日ね、私、最後打ったジャグラーがすごい良くて、あと、もうちょっとだったんですよ、私。だから、結構取り返しましたもんね。はい、もう無理だと思った。驚いた。そうなんですよ。そうなんですよ。なんですけど結局マイナスで今回足引っ張ってばっかだったので、あのチャレンジちょっと私控えさせていただこうかなって。いやあのね違うんですよ。いや本当に違うんですよ。白鳥さんそれは弁護。違うよ。今までの流れ、そう3戦目でしょ、はい、でこれ1本しかないわけですよ。でなんとトータル何本投げてんだ今まで。5本です。これ6本目です。これ6本目なの、はい、で白鳥さん何本投げてんだっけ。4本投げてるんだっけ。4本投げてる。そんなにだっけ。だから、うん、で当ててないでしょ。さすがに当てんと、うん、と思う。やっぱりもうダメでもやっぱりチャレンジ、これすげえ大事だと思うんですよ僕。いいんですか私。いやいいつもだね。で本当にいいんですか。もう真ん中を狙うようにすれば、うん、そうですね、刺さるからもうなんかここら辺を狙おうとかじゃなくて、うん、真ん中を狙う、もう一点集中ど真ん中で、うん、簡単じゃないです か、 なんか何も考えずに真ん中だけ。わかりました。多分それでぶっ刺さっちゃうんじゃねえの。せめてここだけは頑張りますじゃあ。本当にいやいやマジでここだけだってか。いや実戦を頑張ってくださいよ。あ、そうですね。なんですけどとりあえずここ
ついに当てちゃうみたいなね、やっちゃいましょうよ。やっちゃいますか、うん、期待しちゃいたいと思います。はい、当てます。ど真ん中ね。はい、ど真ん中いきます。ということで、まあ惜しいっていう形になっちゃいましたね。まあ見てくれてる方にね、まあ今回も0枚となりましたけども、ちょっとね不甲斐ない結果で僕たちなっちゃいましたけども、まあまたね次回、はい、まあいつかねコンビになることはあると思うんで、その時にはもう、はい、その時必ずもうですね、もうですよっていうぐらいのね、意気込みで頑張りましょうよ、はい、申し訳なかったです、すいません、ごめんなさい、はい、ということで今回の画質の外伝終了となります。また次回ねどんなメンバーが来るか分かんないですけど、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。それではさよなら、あざした、ほんとごめんなさい、すいません。黒丸くんのタクです。ラバーズゲンののです。なんかね毎日、あ、この辺行こうかな、ちょっと履歴弱いやつ角に、うわすげえ、なんだ俺、試合中に何スマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。おるせばか、俺の稼いよ。やめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバルドット TV 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバルからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。